皆さん、こんにちは。滝沢勝成でございます。勝成の滝沢でございます。どうも皆さん、こんにちは。本日は、米津さんのレモンという曲の解説をさせていただいておりまして、僕がアレンジしたソロギターの解説をしております。2本目の動画では、サビが終わった後の別メロのところから練習していこうかなという感じです。よかったら参考にしてみてくださいませ。そして、今回、こんな感じで楽譜もございますので、もし興味がありましたら、ピュアスコアというサイトからダウンロードハーパイしておりますので、よかったら参考にしてみていただけますと幸いでございます。ただ、別に楽譜がなくても、メコピピミコピで練習ができるので、へい、俺は楽譜なんかいらねえぜという方は、なくても大丈夫です。まあ、普通にね、ギターレッスン両がてら、まあね、ちょっとぐらい、まあ、ちょっと寄付でもしてやろうかなぐらいな感じで、もしご購入検討していただけますと幸いでございますということです。興味があったら概要欄の方からチェックしてみてくださいませ。それでは、D セクションの方に行ってみましょう。コーナーセクションです。普通に弾いてみます。こんなところですね。こういう和音のところでございます。もともとそんな、なんていうのかな、こんなコードがたくさんあるわけじゃないんですけれども、なんとなくこのバロック調な感じで、ね、そのコードをたくさんつけてみて面白いかなと思って、リハーモナイズは特にしたいんですけれども、コードの展開をして、いろんなコードをつけてみております。やってみましょう。まず最初、5弦の6と4、6、4を弾きます。6、4。で、その次、5弦から1、4、3、2。1、4、3、2。で、その次は5弦から2、4、4、4。で、その次は6弦から2、バツ。2、バツ。弾かないです。弾かない。2、バツ。で、4弦から4、3、2。これをうまくつなげると、って感じになるはず。その次の小節は5弦から4、3、1、4、3、1。で、その次6弦から1、バツ、3、4。1、バツ、3、4。で、6弦から2、4、4、3。そうすると、こんな感じになるはずです。次の小節、また5弦から4、6。5弦から4、6。逆だな。5弦から6、4か。5弦が失礼しました。5弦から6、4ですね。で、5弦から1、4、3。で、5弦から2、4、4。で、その次、6弦から2、4、4、3。ってことですね。で、その次、5弦から4、3、1。で、その次、人差し指をぐっとこっちに持ってきて、4、3、1から1、4、3。で、最後は2、4、4で締める。これが、ひとまとまりって感じです。で、その後、ひとまとまりを2回繰り返すんですけれども、2回繰り返す前に、繰り返すの前に、5弦の6、で、4弦の3、6、3。このメロディーに入れてから、って感じで。繰り返しをしてくださいませ。で、2回そのひとまとまりを繰り返したら、ちょっと変化があります。というところですね。やってみましょう。4、6は一緒。いや、6、4だって。6、4。5弦から6、4は一緒。で、その次、5弦から1、4、3、2。これも一緒。2、4、4、4。で、これも一緒。で、その次、2、4、4、4、3、2、4、4、3、2。これも一緒ですね。で、指で弾くときは5弦の音は弾かないので、弾けないので、まあ、実際は2、バツ、4、3、2ですけど。で、その次のコードから新しいです。4、6、6、6、4、6、6、6。で、その次、6弦から7、6、6、7、7、バツ、6、6、7。次、6、バツ、4、6、7。で、こうつながるわけですね。こんな感じです。で、その次いきましょう。今この形を彫りました。中指をこのまま5弦に移して、5弦から、6、4、6、7。6、4、6、7。1、4、3、2。2、4、4。で、2、4、4、3。
レだけが来るわけですね。で、その次、上から201、201。ちょっとこのハンマリング、プリング入れながら、ちょっと色気を出したりとかしましょう。で、その次、B メジャーセブンス、2434、2434。2434から。という感じでコードチェンジをしていきます。2434から1312、1312。で、また2434に戻って、4646。4646。で、その次、576。5767。B メジャーセブンス、B フラットマイナーセブンス、B メジャーセブンス、C シャープマイナーセブンス、じゃあ C シャープセブンスか。で、D メジャーセブンス。ってことですね。で、また同じようにサビを弾いていくって感じです。ちょっとこのセクションをゆっくりやってみましょうか。こんな感じ。運指をちょっとよく確認してください。サビに戻っていくという感じです。で、その、サビの方なんですが、基本的にさっきのサビとほぼ繰り返しです。ちょっとやってみましょうか。もうざっといっちゃいます。ゆっくり。一緒ですね。この辺が違います。こんな感じでちょっとメロディーがあります。トゥタルーまで一緒なんですけども、ここで1弦の2フレットになりますね。ファシャープ、ファシャープ同士。その後一緒。もう一回やってみましょうか、ゆっくり。こんな感じ。で、その後一緒。あ、そっか。なんかちょっとね、メロディーが変わるんですね。その後の。この後、ここまで一緒ですけども。切り分けた果実の果、他方のようにところですね。やってみましょう。パラーンといったら、この辺は一緒。シとファシャープ。で、ファソラシ。ケタカジ、ケタカジ。そうしながら、この5弦の5フレットですね。カジ。で、レララ。こんな感じですね。レララで、F シャープマイナー。222×2 ってことです。2×222。F シャープマイナー。そして最後、また2弦のプリンが。エンディングの方に入ってきます。ドシドシの音。予言の開放と2部と。そうですね、またこっちが来ましたね。ツとともに2フレットを鳴らすと。
ドラミラズン。で、最後。で、こんなコード。5弦から5-3-2-0-0のコードを弾いて、で、これアルペジオして、で、ハーモニクス入れていくという感じです。で、このハーモニクスは左手の形はこのままなんですけれども、右手で人工ハーモニクスをしていくような感じです。人差し指でこの1弦と2弦を頑張って2本触れて、親指とこの薬指で両方弾くと。人差し指でハーモニクスポイントを触れて、この2本で弦を弾いていくわけです。12フレットハーモニクスなので、まあ、実際は14フレットですね。14フレットのところで、まあ、頑張って2本弾くと。で、コードそのままなので、実際16フレットですね。実際のフレットは、まあ、16フレットをハーモニクス。2本、1本、2本、1本。こんな感じで弾きます。こんな塩梅です。これで一応一通りという感じですね。まあ、分からないところがあったら、またこう、ね、巻き戻しをして見ていただければという感じなんですけれども、まあ、ざっくり説明させていただきますと、そんな感じです。ちょっと ね、ここ運指があんたらかんたら、あんたらかんたらでやっていくと、ね、もうすごい時間がかかってしまうので、とりあえずまあ、ね、基本的に目コピー、耳コピーでやっていただけると嬉しいです。普通にここ、ね、手元を今大きく見せて、お見せしていますので、ここ、あれで押さえてるな、何フェルト押さえてるな、何指で押さえてるなというのを、ね、気合で、ね、覗いていただけますと幸いでございます。でもしポジションの方がわからないところがありましたら、ぜひタブの方もご検討くださいませ。なんかね、まあ、楽譜がなくてもできるようにさせていただいていますけれども、あった方が便利かと思うので、まあ、必要だったら活用していただけますと幸いです。それでは、どうしようかな。最後にじゃあもう一回、そのラストサビのところだけゆっくり弾いてみましょうか。それを弾いて終わりにしましょう。では、いきます。こんな感じですね。最後。このとき、ちょっとこっち行った方がいいですね。うんし。そうすると、いけるから、良いかなと思います。それでは、そんな感じで、繰り返し練習をして頑張ってトライしてみてくださいませ。そんな感じです。それではまた違うところでお会いいたしましょう。ちょっと頑張って、難しいかもしれないけど、頑張って練習をしてください。それでは違うところでお会いいたしましょう。じゃあね、バハハイ。